平野紫仕様の一挙一動はなぜここまで注目されるのか戸部所属発表から2ヶ月、再確認する SNS で、動く平野紫仕様との距離の近さ。平野紫仕様が8月30日に2度目のインスタグラムライブ、以下、インスタライブを配信し、同時視聴者数44万人を記録。また8月27日を皮切りに、ダンス動画を9月7日現在までに3本投稿。 いずれも高い再生回数を誇っており、喋る、踊る、平野に注目が集まっている。2度目のインスタライブでは、平野はキャップをかぶり、黒の T シャツにパールとゴールドのネックレスを合わせたカジュアルな雰囲気で登場。ヤッホーと視聴者に向けてラフに話しかけた。届いたコメントを見た様子で、仕事終わりかなとつぶやき、もうまったりやろ。と伸びをするかのように両腕を上げてみせると、たくましい上腕に通す字があらわに。 不意打ちの仕草にドキッとさせられたファンも少なくないはず。その後、平野は、一人一人だよと寄せられたコメントを受けながらトークを続け、今回はゲストが登場。途中から俳優の横浜流星が参加すると、視聴者数は50万人を突破した。前回は、親友から突然の電話が入ったり、姿は映らなかったものの、事務所の先輩の三宅健が配信の様子を見に来たり、 友達と会話をするようなまったりとした雰囲気と、彼自身も驚くような出来事が起こるのも、平野のインスタライブの特徴になりつつある。いい意味で、油断は禁物である。また、インスタグラムではダンス動画を3本投稿し、いずれも高い再生数を誇る。8月27日に、楽しいというテキストとともに、ドントリバー、ゴーダウン、フィート、ティデイコランで踊るダンス動画を投稿した。キャップをかぶり、 動きやすいスウェットにスニーカーというラフなスタイルで登場した部屋。ウォーミングアップをするかのように、しばし音を聞きながら、前後にステップを踏み、体を揺らす。開いた右手を胸に当て、それを合図のようにダンスが始まった。前後、左右、上下、緩急をつけた素早い動き、腕の振りを大きくして上に伸びたかと思えばしゃがむように低い体勢に。スピーディーではあるものの、手やつま先の美しさと、 わずかなタイミングで挟む、止めの気持ちよさがある。次の挙動を全く予想できない機敏さで、見るものを翻弄する。ジャケットスタイルもクールだが、ラフなスタイルで体を泳がせるようにして踊る姿は何とも開放的。ファンや視聴者の待望の姿であり、スーッと気持ちが晴れるような思いにさせられた。なぜ平野仕様のダンスは心を動かすのか。続いて、間違えちゃったの一文と共に。 水厚紙とダンサーとの動画を投稿。途中で振りを間違えたようで笑みがこぼれていた。踊り終えた後に、片足でトントンと体を弾ませるのだが、偶然にも音とリズムが合っていたのはさすが。動画を一時停止しながら見ることで、腕や足を出す角度や方向、顔の向きなどの細かな動きに個性が出ていて、ダンスの面白さや奥深さを感じた。 9月2日にはダンサーコレオグラファー、ジャード・ジェイン・カインズと共にクリス・ブラウン、サマートゥー・ホットで踊るダンス動画を投稿。身長や体格の差はあれど、テンポを乱すことなく体の振りなどを大きくしたり、細かな手の動きが華やかだったり、しなやかさとシャープなキレが共存し、時折ふわりとした丸みを感じるパートも、平野の性格がダンスにねじみ出ているような、特徴や個性がさらに見えてきた。 それぞれの投稿に視聴数の多さが伴っていることからも平 i への注目度が伺えるが、なぜここまで、喋る、踊る、平野に注目が集まるのか、その答えは特にダンスを見ていると理由の一端が伺える。まず、一人でも隣にダンサーがいても、ダンスを心底楽しむようなダンス愛が伝わってくる。それはダンススキルを追求する姿勢や、指先からつま先、体の角度など一挙一動からも感じられる。 そして、ダンサーとの動画では、一緒に踊り、アイコンタクトやハイタッチとして心を通わせる。ダンスを見て湧く周りのオーディエンスから声が上がったように、見る者の,の心を揺さぶる。ダンスを通して言葉や国境の壁、もっと言えば年齢や性別、属性などもひょいと超えてしまうような、広く大きなものを感じるのだ。どの道にも上には神がいて、それが世界ともなれば容易ではないだろう。 それでも上を目指して挑戦する姿には心を動かされるものがある。揺るがない強い意志を感じる一方で、トークではフレンドリーなキャラクターが現れる。その姿に翻弄されつつも、きっと彼ならだという期待を誘うものがある。男女問わず、たとえ熱狂的なファンではなくても、引きつけられるものがあるのではないだろうか。7月7日の再会から2ヶ月、インスタグラムを通して少しずつ活動の片鱗が見えてきた。 この先にどんな景色が待っているのか、ますます注目が集まりそうだ。ゆずるきゆうみ。